はい、こんにちは。素粒子物理学入門の授業を始めたいと思います。今日はこれからですね、クォーク模型に向けた一連の講義の、最初ですね、イントロとしてクォークが登場したという話のあたりまでやりたいと思います。ちょっと復習しましょう。はじめ、陽子、中性子、電子が見つかりましたよね。でそれに加えて、このパイ中間子という原子核をくっつける、この陽子と中性子をくっつける粒子が見つかりました。これでめでたしめでたしかと思いきや、この実験ですね、これらの仲間、すごくいっぱい。それから、電子の仲間、これは6種類。それから、このパイの仲間、これもすごくいっぱい。合計ですね、この辺から数百種類以上も登場しています。出てきました。これを全部覚えるわけにいかないですよね。とてもそんな気にはなりません。というわけで、パターンをですね、やっぱり見つけていきたいわけですね。このいっぱい出てきたものたちから。パターンないかなと思って探して、これまた後ほどやりますが、この仲間とかいろいろですね、パターンを発見できたんですね。周期表のようなパターンが分かってきました。というわけで、それは、ということはですよ、パターンがあるってことは素粒子じゃないってことですよね。内部構造があるってことです。それを案に示すわけですよね。なので、そこからクォークが発見されてきました。これらの粒子っていうのはどんな感じかというと、こんな風に、この陽子の仲間っていうのは3つのクォークからできていたと。それから、このパイの仲間、中間子ですが、これらの仲間っていうのはクォークとクォークの半物質、半クォーク、クォークと半クォークからできていたということが分かってきました。分かりました。で、それをつなげているもんですね。このクォーク、半クォークをつなげているノリのようなものが粒子があります。これがグルオンです。というわけで、グルオンっていうのはこの強い相互作用の、もっと本質的なゲージ粒子だったわけですね。電磁相互作用を伝えるゲージ粒子が、力を伝える粒子が光だったように、フォトンだったように、強い相互作用を根本的に、交換するゲージ粒子っていうのはこのグルオンです。で、クォークも6種類。で、この人たちの仲間も6種類ということが分かりました。名前がついています。クォーク3つから構成されているこういうもの。副構成物。構成物をバリオンと呼びます。そして、クォーク、半クォークから構成される粒子、中間子ですね。パイとかの中間子はメソンと呼ばれます。半クォーク3つからできているものは半バリオンです。これ一つ陽子だったら半陽子っていうのは半バリオンから作られますね。そしてレプトンは、これらは、電子の仲間とニュートリノに関してはこれレプトンと言われています。名前ですね。で、総称してバリオンとメソンを総称してハドロンと言います。だからよくハドロン物理。と言いますね。原子核物理のことをハドロン物理と言います。さあ、というわけで、この疑問、ものを一体細かくしていくと、どん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 細かくしていくと、最後には何になるんだ、それ以上分解できないものは何なんだっていうところの答え、現時点での答え、今の科学の答えは、12種類のクォークとレプトンというのが答えです。クォークが6種類、レプトンが6種類。これが現段階の物質の最小構造。これ以上分解できないと思われている構造、素粒子がこのクォークとレプトンです。で、僕たちの周りっていうのはですね、これ第1、第2、第3世代ってありますが、携帯みたいですよね。こことここだけですね、からできています。さあ、というわけで、究極の素粒子は12種類のクォークとレプトンなんだっていうことが分かりました。でもですね、
どうでしょう。この12種類の組み合わせで数百種類も作られるのって思いませんか？そう思った人はですね、とてもいいセンスをしていると思います。まずさっきの図ですね。このレプトン6種類はこれでおしまいです。実験で見つかっているのもこれだけ。で、肩やこっちから数百種類も見つかっていますよね。さあ、どういうことでしょう。陽子や中性子の仲間は、言いましたね、バリオン。クォーク3つでできていると言いました。だから、6種類の中から3つ重複して選んでいい組み合わせっていうのは、この 6H3、それはなんだっけ、8C3 ですか？で、これ56種類しかないですよね。56種類しかないんですよ。この、高校の時に習ったこの組み合わせのなんとかで。で、肩やパイの仲間、中間子ですね。クォークと反クォークでできていますから、6種類の中から、選んでくる通りっていうのは6の2乗なので、36種類ですよね。というわけで、これ合わせても92種類しかないので、全然足りないですよね。実験では数百種類以上もう見つかってるわけです。あれれって感じしませんか？これは説明しましょう。まずまたちょっと復習しますが、電子ボルト、エレクトロンボルトっていうのは化学反応のエネルギーでしたね。で、化学反応で、例えば、なんか燃焼して、酸素と水素がくっついて水ができて、いったときっていうのは、まあ、こういう反応が起きたわけですが、それはエレクトロンボルトのスケールのエネルギーでした。で、原子核ではメガエレクトロンボルトでしたね。メブでした。メブの単位でした。それで核融合、核分裂が起きましたね。さあ、素粒子のエネルギースケールっていうのは、今度はジェブです。ギガです。10の9乗エレクトロンボルトくらいになります。例えばですね、陽子の質量は1ジェブくらい。デルタ粒子の質量は 1.6 ジェブくらいです。これ、全く違う粒子ですよね。でっていうか、重さ全然違いますから、違う粒子と見なすべきですよね。でも、実は、クォーク3つの種類から見ると、この2つっていうのは全く同じなんです。U クォーク、U クォーク、D クォーク。こっちも U クォーク、U クォーク、D クォークなんです。違いはというと、これ回転してるんですね。ぐる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 と。回転してるところが違うわけです。で、回転すると、それだけエネルギーが違うわけですよね。で、そのエネルギーっていうのが、もう自分の質量、自分自身の質量と同じくらいのエネルギーになっちゃうんですね。このくらいミクロに行くと。不確定性関係から小さいところ小さいところに行くっていうことはエネルギーが高くなるってことですよね。だから素粒子くらいのエネルギーに行くと、この回転エネルギーっていうのが、もうその自分自身の質量と同じくらい、コンパラになってくるわけです。そうすると、例えばこの人たちが回るスピードがどんどん速くなればなるほど、まあ、飛び飛びの値なんですよね。量子化されてますから。もう、量子のスケールですから。そうすると、そのスピードごとに新粒子が出てくるわけです。もう、その違う質量のもの。違う質量のものは違う粒子だと観測できちゃいますよね。観測されるわけです。まあ、こっちだって、この軌道が変わるとエネルギーがちょっと変わるので、例えば、その、電子の外、もっと電子の、電子があったとして、電子、水素があったとして、水素の周りを回っている電子がもっと遠くの軌道を回ったら、それだけエネルギー高くなるので、質量もほんのちょっと変わるわけだけど、だけどそんなのはもう全然見えてこないですよね。水素の質量は、陽子の質量くらいだから、ジェブくらいですよね。ジェブ。ジェブに対してエレクトロンボルトの差なんて、なんか見えないですよね。もう誤差の範囲です。誤差っていうか、違う質量とは思われないですよね。で、メブでもそうですよね。メブでも。メブ、原子核の、質量っていうのは、まあ、このジェブのスケールですよ。ジェブのスケールですよね。で、複数あったら、数ジェブとかそんなもんでしょ。10個あったら、10個の原子核だったら、10個の陽子で構成されているものとか、10個の陽子、核子、陽子と中性子で
構成されているものだったら、10ジェブですね。まあ、そのジェブに対して、メブの差っていうのも、これも、所詮3桁低いわけです。で、3桁の差っていうのは、だって1グラムに対して 1.001 グラムの変化っていうのは、もう新粒子とみなせないですよね。まあ、励起状態かなって思うわけです。ちょっとした励起状態かなって思うわけです。それに比べて、1ジェブに対して回転していたら 1.6 ジェブだったら、もうこれは違う質量ですよね。新しい粒子として観測されるわけです。つまり、これは別の粒子として観測されるので、まあ、原理的には数百個どころか無限個あっていいわけですね。というわけで、もう一回繰り返すと、こんだけでいいわけです。これが現段階の素粒子です。で、まあ、ちょっと後からも言いますが、じゃあ、これパターンがないのか、素粒子かどうか、これ以上分解できないものかどうかっていうところで、パターンがあるかないかで調べていきましたよね。で、こいつらにパターンがないのかって言われたら、これあるんですね。そういう今の段階では素粒子なんですが、これ以上分解できないんですが、これ横の列、アップ、チャーム、トップっていうのは、質量だけが違っていて、性質は全く一緒です。で、質量を区別しなかったら、これ区別できないわけです。ダウン、ストレンジ、ボトムもそうです。ニュートリノの3つもそうです。それから電子、ミューオン、タウもそうです。質量だけが違うんですね。まるで周期表の縦の列にこう、縦の列をこう上に行くと質量が増えていったけど、化学的な性質がそっくりだったっていうのと、そっくりですよね。だから本当にこれら素粒子かっていうのはまだ分かっていません。だからもっと奥があるんじゃないかって思ってる人もたくさんいると思います。まあそういう研究も昔からあります。でも、未だにこの人たち、それ以上分解できないものです。実験的にはね。で、これ不思議ですよね。この3つしかとりあえずないんですね。この繰り返し、この世代構造といいますが、3回のこの繰り返し、世代構造。まあ3っていうなんか、神様はなんでこの3を選んだのかとか、このそもそもこの世代って何やねんということですが、これはまあ素粒子あるいは物理学の現段階での最大の疑問の一つですね。はい。というわけで、もっと先に行くと、この素粒子物理学の現段階の、ものを砕いていくと最後にはどうなるかっていう現段階での答えっていうのは、この標準模型っていうものに帰着されます。で、これは数百ジェブ以下の素粒子実験と、まあ、ほぼ矛盾です。で、そのうちの、これは3つのパーツから成り立ってるんですね。そのうちの1つがこれです。物質の素粒子です。クォークとレプト。で、あと、力を伝える素粒子。光、フォトンとか、あるいはグルーオン。さっき出てきたグルーオン。それから W、弱い相互作用を伝える素粒子もあります。それからもう1つがヒックス粒子ですね。この3つのパーツに分かれます。今、ここをやっています。はい。では次回、クォーク模型に向けて、クォーク模型を理解するには、群論の知識が必要なので、多少なりとも必要なので、それをですね、クイックレビューします。はい。それでは、ごきげんよう。